今回は先週お届けしたエラズリーカーショーでのロータリーの詳細をお伝えします。まず日本のフォーミュラドリフトで活躍しているニュージーランド人のマットマイクの RX7 です。こちらはマツダのワークスドライバーだった片山芳美さんのカペラのレプリカです。制作しているのはアレック・ベルさんで、アレックは1990年代に全日本 GT 選手権に出場していたチームのメカニックもしていました。こちらはアンディ・ダフィンさんが制作しているサバンナ RX3 のレプリカです。こちらはスティーブン・アームストロングさんが制作している1980年代にオーストラリアツーリングカー選手権で優勝したアラン・モファットさんの RX7 のレプリカです。アラン・モファットさんは全日本ツーリングカー選手権にも出場したことがあります。この RX7 はニュージーランド人のニール・オールポートさんが1986年の WRC ニュージーランドで総合6位となったラリーカーです。ニュージーランド人のロッド・ミレンさんが1981年に SCCA ラリーアメリカや1989年アジアパシフィックラリーでチャンピオンになった車がこちらの RX7 です。1989年にはデイトナ24時間レースでクラス優勝、パイプスピークでもクラス優勝もこの車で果たしています。こちらはマイレス・ヒックスさんが制作中のグループ B ラリーカーのレプリカです。こちらはエイデン・バレットさん所有の全日本 GT 選手権で活躍した RE アメミヤ松本清 RX7 です。ここからはレースカー以外のロータリーを搭載した車とバイクをご覧ください。
それではまた続きをお伝えします。